はい、こんにちは、まえちゃんねるまえはらです。はい、今日はこちらですね。うん、クロコダイルジャーキーです。はい、しんくんのテンションが低いんですけれども、こちらですね、なんとワニのジャーキー、ビーフジャーキーとかよくあるけどね、ワニのジャーキー。えいしんくんのおじいちゃんおばあちゃん、うちの奥さんのお父さんとお母さんだね、うん、が買ってきてくれました。うん、はい、オーストラリアンクロコダイルジャーキーって書いてあって、すごいこのワニのね写真が出てますね、うん、はい、で裏側にちょっとだけお肉見えますね、はい、なんか茶色いね、うん、そしてもう一つ、クロコダイルジャーキーのこちらちょっとスパイシーなんだって、はあ、うん、スパイシーなものですね。では開けてみましょうか。はい、普通の方からいきましょう。結構、あ、ニュー普通のジャーキーだ。うん、ちょっとだけ、これぐらいね。えいしんくん、じゃあどうぞこれ。いただきます。まずパフに味を聞いてください。どう味は？なんかわかんない、でも食べられる。そう、うん、どう？何の味かわかんない。わかんないね。味はついてるね。何の味かわかんないけど、味はついてるけど、美味しくないかな。なんでこれを食べようと思ったかね、オーストラリアの人は。わかんない。じゃあこっちのスパイシーも開けてみますね。うん、スパイシーはジップロック。そう、スパイシーはジップロック。なんでスパイシーだけジップロックなんだろう。あれ、こっち硬そう。なんかね、こっちの方はちょっとソフトだったんだよ。うん、噛んだらボロボロね、なんか口の中に広がっていったんだけど、うん、こっちじゃあ食べてみるね。これちょっとスパイシーだから、パパだけ食べるよ。うん、いただきます。あ、これは食べられる。なんかね、イカみたい。イカ？うん、サキイカ。確か。これぐらい乾燥させてた方が食べられるな。はい、ということで今回はですね、エイシン君が終始テンションが低かったですね。はい。すいませんでした。うん。でもせっかくね、お土産でいただいたんで、うん、食べてみました。はい。はい、エイシン君もちゃんと食べたっていう、これ記録になったからね。うん。うん、よかったじゃないの。記録。ちゃんと食べたよって言えるよ、これ。うん、うん、そうだよね、お土産だったからね、うん、まあけど次食べるのは大人になってからかな。うん、そうだろうね、ジャーキーとかあんま子供の頃食べないから、うん、はい、というわけで今回はクロコダイルジャーキーでした。超テンション低い、うん、ということで今日の動画が面白かったなとか楽しかったなと思った方、ぜひ高評価ボタン、チャンネル登録、コメントいただけると大変嬉しいですね。はい、はい、では、昨日のヘボットの動画でいただいたコメント返信コーナー、イエーイ。まだテンション低い。では行きましょう。まず一つ目、福田和さん、またライブやってください、いつも応援しています。うんか、笑い笑い。あ、あのトグロールね。トグロール、そうそう、トグロールのことですね、うん、ほんのちょっとテンションが戻ってきた。あ、よかったよかった、うん、はい、お疲れ様です。ライブでコメントしたのに読んでくれなかった家崎太一君、こっちで読みました。はい、すいませんでしたね。ライブになるとね、やっぱね、勢いがすごいからさ、コメントの流れがね、うん、読めないことが結構あるので、うん、そういう方たくさんいらっしゃると思いますけども、うん、すいませんでした。はい、はい、じゃあ次いきますね。相原博也さんで合ってるのかな、ごめんなさい、間違ったらごめんなさいね。はい、寸劇でスターウォーズと仮面ライダーとか違うやつで戦う寸劇をやってほしいな、なんて思います。なるほどね。一種混合。今までは確かにそれやったことないね。うん、やってる人も知らないな。確かに。やってみる？うん、やってみる？やってみるか、面白いかもね。うん、うん、じゃあちょっと検討してみたいと思います。はい、はい、ということで今回のクロコダイルジャーキーの動画のコメントの回答は次の動画でやりたいと思いますので、はい、ぜひこちらの動画にもコメントいただけると大変嬉しいですね。はい、はい、ということで今回は以上でございます。バイバーイ。